はい、始まりました。マテツチャンネルです。それで今回はですね、はい、共通テスト2024年ですね、行われて、追試験も、はい、行われました。そして、まあ、多かったというか、まあ、いろいろとネット上ちょっとだけ騒がしているのが、英語リーディングがさらに難化したっていうことですね。で、それでもうショックだ、みたいなね、声が多かったんですけど、中で、被災地のために追試験と本試験を入れ替えたんじゃないかとかっていう意見もあったりしたんですけど、そもそももう多くの人が忘れちゃってるのかもしれないですね。センター試験の時からなんですけど、追試験の方が難しくするっていうのが普通のことなんですよ。2週間あるんで、その分勉強できちゃうじゃないですか。だから、追試の方が難しいっていうのが普通のことなんですね。でもなんか追試受ける人がほぼほぼいなくなったからなのか、全然そういった情報というか、そういったことを忘れちゃってる人が多いんだなっていうのがね、というかもう知ってる人があまりいなくなったっていう感じなのかなと思いました。で、実際だって、ね、まあ、今回は被災地でも行われましたけど、本当は東京と京都でしかなかったはずだったわけですよ。で、この2箇所しかない。だからすごく受ける人が少ないわけですよ。だから大衆向けに作られてない試験。だから実験的なものが出たりとか、難易度がゴンと上がるものが出たりとかするっていうのは別に英語だけじゃなくて他でもよく言われてた。国語とかもよく言われてた。だからあんま良くない問題とかもあったりするよとかって予備校の先生が言ったりすることもあったぐらいです。で、そこでそうなんですよ。まあお願いなんですけども、そうです。いつもですね、はい、共通テストの書いてるじゃないですか。1ヶ月で攻略シリーズ。はい。新しいのを書くんで、問題ください！送ってください。去年とか一昨年はすぐ来たんですね。もうお願いしたらツイッター上で言ったらもうブワーって来たんですけど、今年は来ないです。もう受けてる人がもう明らかに少ないんで、まあ、去年や一昨年と比べてすごく少ないため情報が入ってこないですね。ほぼほぼ来ない。英語リーディングが難かったみたいな。で、まあ、ちょっと、ネット上に上がってたんで見ましたけど、順番の問題ね、そう、1,2,3,4 みたいに並べるやつがもっと複雑になって、厄介な形になってるのが出てました。で、それらの情報を入れないとできないんですよ。で、去年はもうすぐ来たんで、すぐそれで分析して本書くのに移れたんですね。で、毎年、福島民有者でしたっけ？なんかそこだけが追試の問題を上げているということで、で、去年もでもリスニングしか上がってなかった気がする。どっちだっけな？リスニングかリーディング片っぽしか上がってなくて、もう片方は、そのツイッターで受けた方に助けてもらって、問題もらえてなんとかなったんですけど、今年はその問題くださいが、追試受けた人たちに届いてないんで、まあ、それぐらい人がいないので、ちょっとメインチャンネルの方で今、緊急でお願いを出しています。こんなにも来ないんだなと思って、ぜひツイッターの DM わかんないです。今送れないんでしたっけ？普通その場合はインスタグラムでもいいので、はい、ぜひともそちらに送ってください。で、あとは周りにもしね、追試験受けた方、知ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひとも言ってください。改訂版出すために必要なので、森鉄のSNS に送ってあげてっていうのをですね、ぜひとも伝えてあげてください。本当にそれがもう急務というか、もう早くやらないといけない。去年はすぐ集まったんですぐ改訂できたんですよ。でも今年は来てないので、で、来てないとどういうことになっちゃうかっていうとですね、発表されるのがですね7月とかなんですよ、大学入試センターから。そう、公にね。で、こっちが問い合わせしても大体6月から7月に出しますっていうのしか返ってこないんです。で、まあそもそもこの夏とかにもう改訂版出してほしいとかって言われてたのが、公のやつが出ないとできないわけですよ。そうだ、僕らね、その前回の改訂版で書いてる時は、視聴者の方から送られてきた、まあ視聴者なのかわかんないですけど、SNS でとにかく僕に送ってくれた、その人の写真で進めてましたから、執筆作業。大学入試センターから正式に公開されたらそれを問題に変えるっていうね、本物の問題に変えるっていうのでやってたんですよ。だから途中まで原稿写真、皆様からいただいた写真でやってたっていうね、そういうことが実はあるんですね。なんで本当にそれがないと出版がまたすごく遅れてしまうっていう状況になってしまうので、はい、ぜひともお願いいたします。そうなんですよ、追試験ってね、なかなか公開されないんですよ。一応なんでなのかみたいなので問い合わせした方がいるんですよ、去年ね。で、その問い合わせした方の結果としては、なんか著作権だったりなんだりの許可を得なきゃいけないらしいんですよ、大学入試センターが。後で著作権の申し込みってするわけですね。そう、入試問題で先に言っちゃいけないから、入試問題に使いますっていうで、著者の人に後から言うわけなんですね、これって。だからそのせいで遅くなるらしいんですよね。じゃあ本試験はどうしてんだって話なんだけどね。本試験はあらかじめやってんのかなとか。でもそれじゃもうバレちゃうじゃんって思うんですけど。まあこれはいろんな入試問題そうなんですよ。後から使いました入試問題にっていう風に言うんですよ。それで連絡が行く
ですよね、著者にね。でそれが時々ツイッターとかでね、もうで著者が解いてみたってやって、現代文の問題で解けねえよとかね、違うよとかって言ったりするのがまあ話題になったりするんですけど、だから西先生のね本とかも現代文で使われたこととかあるんですけど、やっぱ後から連絡が来るってね、謝礼もらったりする場合もあるんだよね。でこれはまあ法律上大丈夫で、そうするとなんで新聞社は出せるんだよって言うんですけど、そう新聞社ってね別なんですよ、著作権がね。そう、報道として出すことができるんですね。だから河合も小ゼミも寸大もその新聞社のページに飛ばされるわけじゃないですか、共通テストの問題って。そう、彼らのページじゃないですよね。小ゼミだったら読売かな、河合は朝日産経忘れちゃったけど、寸大がどれだか忘れちゃいました。まあ当心は無視して出してますけど、はい、っていう風になっているわけですね。報道ですって言ってね出すんですよ、あれってね。まあ国語とかやっぱりかなり危ういわけですよ。まあ英語とかも完全にオリジナルだから、そんな著作権とか、ね、他の人にっていうのはないと思うんだけど、社会とか、ね、公民とかもそうだもんね、引用部分結構あるんで、まあ時間かかるのかなと思いました。英語だけ先に出してくれればいいんだけどなとかね、英語とか数学とかさ思うんですが、そんな風にはいかないみたいなんですよ。なんで待たなきゃいけないと。で福島こういう社は今年出してくれてないんですよ、一切出てないんで、まあ受けてる人も少なかったし、手に入れるのも大変なのかなと思うんですけど、という状況なので、ぜひもう皆様のお力が必要です、本当に。それによってこの本できるかできないかがまあ決まる、まあできるかできないかは違うか、出版、早く出版できるかできないかが決まるっていう、本当に切羽詰まった状況でございますので、ぜひともご協力をお願いいたしたいと思います。はい、なるべくね早く改訂したいんでお願いします。あ、で現行のものが使えないとかっていうわけではありませんの で問題の入れ替えが起こるってことなんで、その入れ替えでなくなってしまう問題がありますから、なのでまあ初版も改訂版もどっちも役立ちますので、ぜひともそちらも見ていただければと思います。そしてさらなる改訂がなされるというか、まあ新形式があるので、その新形式に関するサンプル問題ですね、今公開されているものも入りますし、でまた新たなサンプルが絶対どこかのタイミングで公開されるんですよ。なんでその問題も入ると思ってください。これ公開されなかったらすごく困るんですけど、で大学入試センターはやっぱり教えてくれないです、いつ新しい形式の、ね、そのサンプル2つ目が公開されるのかっていうのがね出てきていないんで、まだ今のところ謎のあのサンプル A、B しか出てませんので、それが一体どのようにね、どの大門がそれになるのかとかっていうのもまあ予想はできるけど発表されておりませんので、だから全体像とかこの大門がこんな風になりますみたいなのが多分発表されるはずなんですよ。じゃないと来年度のね受験生困っちゃいますから、はい、まあ今そちらも待ってるという状況です。だから大変ですね、昔とは違って、なかなか共通テスト本ですね、センター試験の時とは違って出版が大変な状況になっております。はい、なので本当に皆様の情報、そして大学入試センターの早いところの情報解禁をお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。いや、ちなみにあの英検の方もね、改訂しましたんで、はい、準1級現在出ておりますので、ぜひともそちらも、はい、1ヶ月攻略シリーズよろしくお願いいたします。はい、来月には2級と準2級も、はい、発売されますので、そちらも見ていただければと思います。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。